皆さんは知っているだろうか、タイムパトロールを。よく映画のラストに登場しては、時間犯罪者を取り締まっている未来の警察官みたいな人たちだよね。うむ、その通りなのだが、実はこのタイムパトロール会によってはほとんど役に立っておらず、なんなら子供に責任をぶん投げちゃうような適当な組織だったのはご存知だろうか。というわけで今回は、タイムパトロールって何してるの、だ。やつら、ついに尻尾出したか。巡視艇出動。というわけで今回は、タイムパトロールについて解説していくぞ。タイムパトロールとは、ドラえもんや、タイムパトロール本、藤子 F 不二雄異色短編などに登場する組織なのだが、今回は主にドラえもん世界での活動について、その他の作品は後半で解説することにするぜ。了解だよ。まず、タイムパトロールが初登場したのは、1971年3月小4連載、藤子 F 不二雄大全集一巻、ドラえもん未来へ帰るにて、作中いろいろあって、のび太の部屋に現れてしまった全世界指名手配の殺しやジャック、そんな危険人物を前に皆が怯えていると、タイムパトロールと、殺し屋ジャックを捕まえにタイムパトロール隊が現れるのだった。初期の頃こんな変な格好だったのか。うむ、この回はこれだけの登場だったのだが、コミックスの方で後2度ほど登場しており、コミックス4巻未来世界の怪人では、気絶したドラえもんのポケットから取り出したテレビにて、緊急パトロールへ、緊急連絡、22世紀時間警察局より、各時代へ、宇宙ロケットが、強盗に襲われた、警察に追われた犯人は、タイムマシンで昔の世界へ逃げた模様、これが、犯人だ。と、テレビニュースか警察の通信傍受か、犯罪者が過去の世界に逃げたというお達しがあり、その犯人がなんとドラえもんたちの目の前に現れるのである、だが、タイムパトロールだ、と、過去に逃げてきた強盗を攻撃し、その身柄を確保するために登場するのだった。そしててんこみ最後の登場に、コミックス38巻、石器時代のホテルにて、石器時代のホテルに遊びに来たドラえもん一行、だが火山の噴火に伴い帰ることができなくなり、そんな中、野生のサーベルタイガーに襲われて大ピンチになっていたそんな時。みんな無事ですか？タイムパトロールだ。ホテル側の手違いで噴火情報が届かなかったらしい。大きな事故にならなくてよかった。と、時間犯罪者の確保だけではなく、時間旅行の事故事件にも対応しているらしく、その後みんなを元の時代まで返してくれるのだった。というわけで、これにてコミックスに登場するタイムパトロールは以上なのだが、間接的に登場している部分がもう少しだけある。それはコミックス5巻宝くじ大当たりにて、タイムマシンを、金儲けのためなんかに使っちゃいけないんだ。法律で決まってるんだ。と、この後タイムパトロールと密接な関係である工事法の説明、そして、コミックス25巻竜宮城の8日間にて、浦島太郎という絵本の物語が、本当に存在するか確認する際、ドラえもんが取った行動は、ま、念のために、工事局調査課へ問い合わせてみるけどね、と、タイムパトロール内にも警察のように様々な課があるらしく、歴史に詳しい調査課というのがあるみたいなのだ。というわけで、これにてコミックスにて登場するタイムパトロールの情報は以上にして、次に、タイムパトロールの主な詳細、具体的な活動と、大長編での活躍について見ていこう。お願いします。タイムパトロールとは一体どういう組織なのか、ドラえもんコミックではその詳細は詳しく解説されず、外部書籍でも特に深く追求されないため、主な情報は大長編で断片的に知ることとなるのだ。大長編一巻、ドラえもんのび太の恐竜にて、2314年メガロポリスという街にて、ここにメガロポリスタイムパトロール本部があるのだ。彼らは、工事法という法律のもと働いている警察機関であり、工事法とは具体的にどんな法律かは不明だが、ドラえもん曰く、そうか、あんたは恐竜ハンターだな。なに、恐竜ハンターって、中生代の珍しい動物を、殺したり捕まえたりして金持ちに売るんだ。でも、これは工事法という法律で禁じられてるんだよ。歴史を狂わす恐れがあるからね。例えば、人類の先祖だって、この時代、哺乳類型爬虫類としてどこかに生きているはずなんだ。それを殺したらどうなると思う？この地球に人類が生まれないことになる。君も僕もいないことになるんだよ。と、要するに、この後の大長編などで登場する時間犯罪者の事例もここで紹介してしまうと、工事法とは、人類史発祥以前の動植物の捕獲、殺害、違法取引、過去の時代の人間を対象とした奴隷人身売買、過去の時代の財宝の盗掘転売、タイムマシンなどを使ったお金儲け、そして、一番ひどいケースが意図的な人類史の抹消であり、これらを取り締まる法律であり、それに加えタイムパトロールという組織は、未来世界の犯罪者が、別の時代へ逃げてしまった場合の対処、そして未来の人間が、過去の世界で密かに行っている違法行為を取り締まる警察機関なのだ。とはいえ、原作にもあるようにタイムパトロールの人間全てが時間犯罪者を捕まえているわけではなく、2112年ドラえもん誕生という映画にて名称が判明するタイムパトロール特別機動部隊が主にこの任務を担っている。
タイムパトロールは普段2314年のメガロポリスに本部を置き、工事法のもと様々な時空間での問題などを監視しており、普段時空犯罪者などをどうやって割り出しているかは不明だが、この少し前のページに登場する、パトボールというスパイ衛星のような道具を使って容疑者を監視しており、その容疑者のアジトが見つかるまで、基本的に何が何でも動かないちょっと不思議な組織なのだ。それゆえに、ほとんどの場合大長編の最後にしか登場しない。言われてみれば確かに、敵のアジトを発見した場合、パトボールより緊急通信が出され、巡視艇を出動させているのだ。この巡視艇こそタイムパトロールのタイムマシン、タイムマリンであり、実はかなりいろんな機能を取り揃えている。おそらくこの名前の初出展は、1980年コロコロコミックス3月号にて、のび太の恐竜公開を記念に、タイムパトロールの巡視艦タイムマリンの図解が公開されたのだ。その艦隊には様々な装備が搭載されており、レーダー、時間通信アンテナ、レーザー銃、操縦席、タイムソーナー、居住室、レーザー放出席、TP ミサイル、原子力エンジン、空気取り入れ口、原子炉、超四次元振動機、タキオンエンジンである、時間と空間を超えて、工事法を破る恐竜ハンターなどを取り締まっている、機動力あるいろいろなメカや武器を積んでいる。タイムパトロール本部基地より発信する、と、記述されている通り、これがタイムパトロール巡視艦タイムマリンであり、ここに書かれている能力以外にも、動物への偽装や、地面への先行能力なども兼ね備えているのだ。そして、この書籍にはもう一つ大事な道具が書かれており、それはパトボールとスパイボールである。本編ではタイムボールという名前で紹介されているが、恐竜ハンターのものは黒でスパイボール、タイムパトロールは白でパトボールというのだ。パトボールとスパイボール、両方とも時空を超えて偵察するための、タイムマシン衛星だ。パトボールは、タイムパトロール本部に映像を送り、スパイボールは、ドルマン艇に映像を送る。と書いてあるが、まあ要するに名前が違うだけ性能はほとんど同じで、図解を見ても色が違うだけで、機能そのものは全く一緒である。というわけで、タイムパトロールの大体のスペックが分かったところで、ここからは、大長編、そして映画でのタイムパトロールの活躍を見ていこう。お願いします。まずは大長編一巻、ドラえもんのび太の恐竜にて、この大長編には、先ほど紹介したタイムボールが序盤から登場しており、恐竜ハンターのものは黒、タイムパトロール隊のものは白いものが登場していた。恐竜ハンターのものはタイムパトロール隊などを嗅ぎつけると、ピピピと警戒音を鳴らしており、そしてタイムパトロール隊のものも恐竜ハンターを見つけると、隠れて追跡を繰り返し、序盤から間接的に恐竜ハンターを追い詰めていた。そして物語終盤、ノビドラが恐竜ハンターのアジトに招かれ、タイムパトロールのタイムボールがその映像を確認。タイムボールより緊急通信。発信地、白亜紀国米。明らかに人工の建造物です。恐竜ハンターの秘密基地に違いない。奴ら、ついに尻尾を出したか。巡視艇出動。と、この掛け声とともにタイムマリンが出動し、恐竜ハンターのアジトへ一気に駆け込み、一網打尽にする活躍だったのだが、正直来なくてもノビドラがかなり暴れた後だったし、場合によっては手遅れの可能性も十分あったから、タイミングとしてちょっと遅い気もするんだけどな。まあタイムパトロール来なかったら逮捕できなかったってのもあるし、序盤恐竜ハンターを時空間で見つけていなかったら、ノビドラ時空間に墜落させてた危険性もあったし、全く活躍がなかったってわけでもないんだね。それに相手の恐竜ハンターはかなり大人数の一味だったからな。逮捕にもそれなりの人数が必要だろうし、実際タイムマリンを3台出動させていたしな。最後にはちゃんとみんなを家まで送り届けてくれたしね。ちなみにこの大長編映画ではどうだったのかというと、シリーズ第1作、ドラえもんのび太の恐竜では、序盤の恐竜ハンターがのび太の部屋から帰った理由が、原作ではタイムパトロールを警戒していたからなのだが、映画ではその描写がなくタイムパトロールの活躍が1個減り、原作とは違いタイムマリンの出動数はまさかの1台、侵入方法も壁を溶かす銃で侵入し、道中で出会ったジャイアンスネオ静香を保護、そして逃げようとしていた恐竜ハンターとドルマンスタインを逮捕するのだった。そして何よりも注目してほしいのは、映画ではタイムパトロール隊にキャラ付けがされていてだな。原作ではもみあげの長いおじさんなのだが、この映画では口に白いヒゲを蓄えたおじいちゃんが隊長として指揮をとっており、今後原作ではいろんな顔のタイムパトロール隊の偉い人が登場するが、今後映画ではこのおじいちゃんが一括して指揮をとることになるのだ。映画ではおなじみのタイムパトロール隊の隊長になるのね。原作との顔の違いなんかも楽しみにしておくといいだろう。ちなみにこの映画リメイクもされていてだな。映画、ドラえもんのび太の恐竜2006ではどうだったのかというと、序盤の流れはほぼ原作通りなのだが、後半タイムパトロールが恐竜ハンターの基地に気づいた理由が変わり、恐竜ハンターは滝にバリアを張って、近づいていたタイムボールをすべて水底に沈めていたのだが、こんなに沈められてたら、タイムボールが消えた場所からアジト逆算しなさいよ。ビースケが滝を登ろうと泳ぐが泳ぎきれず、勢いで滝壺に落ちた勢いでタイムボールにスイッチが入り、大量のタイムボールが再起動、その時なぜかビースケを競技場にワープしており、タイムボールにそんなの
能力が、っていうかなぜピースケを保護しない？その数分を追いかけるように大量のタイムボールがワープしてきて、恐竜ハンターを逃がさまいとその姿を追跡するのだった。まあその後一悶着あって、タイムボールにワープ能力が備わっていたこともあり、みなそこに沈みそうなアジトをみんなでワープしようとしたら、案の定恐竜ハンターに全部破壊されてしまい、ピースケとドラえもん、のび太の協力プレイでなんとか脱出。その後かなり遅れてタイムマリンが到着、恐竜ハンター一味とドルマンスタインを逮捕、そして恐竜を保護するのだ。しかもこの時来たタイムマリンの数が超多く、ざっと数えた感じなんと30台以上。30台？うむ、そして原作とは違いのび太たちを保護せず、まあなんとか帰れるだろうと敬礼して見送り、ちなみにこの時、タイムマリンという潜水艦というイメージからか、磯波や荒波という名前が機体に付けられているようだな。結局この回は原作以上に大した活躍はせずに、恐竜ハンター一味の逮捕と事後処理を行うだけって感じだったな。というわけで次の大長編紹介、次は大長編9巻、ドラえもんのび太の日本誕生である。この作品では、吹雪の中凍え死にそうだったのび太と、ギガゾンビのアジトを潜入捜査するために、マンモスに化けていたタイムパトロール隊員が遭遇。なんでマンモス？本来ならば保護してあげればいいものの、もしかしたらワンチャンあると思ってか、のび太に栄養ドリンクを飲ませた後、赤いスイッチの入った小箱を手渡してどこかへ去ってしまうのだ。その後、ギガゾンビのアジトで閉じ込められてしまったのび太が、よく意味もわからず赤いスイッチを押してみると、なんと発信機を感知したタイムマリンがマンモスの背中を破り、タイムパトロール本部へ。こちらベルム老気特捜隊員、マンモスに化けて内定中のところ、ギガゾンビの基地がついに判明した。こちら本部、直ちに機動隊を発進させる。それまで逃さぬよう厳重な監視を続けてくれ。基地はこの地底です。潜入した少年が気がかりだ。急いでください。元気、先行。と、アジトへ先行したタイムパトロール隊によってギガゾンビは一気に追い詰められ、ギガゾンビ、歴史破壊未遂罪で逮捕する。と、今回も最後の最後に登場し、ギガゾンビの逮捕に成功するのだった。その後、歴史に残さぬよう基地を破壊することになり爆破。これで一件落着かと思いきや、ペガたちを空想サファリパークへ。嫌だ。しかし、架空の動物はどんな時代にも置くわけにいかないよ。と、作中のビタが作り出した合成生物を未来の動物園に持ち帰ってしまうのだった。なんか今回も割と頑張って仕事してる感あるけど、のび太を置き去りにしてそのままアジトを見つけ出す餌にするってどうなんだ。それ以前になんでマンモスに化けてるんだ。最後もギガゾンビ一人捕まえるのにとんでもない人数動員してくるし、まあ、いろいろ思うことはあるだろうが、一応彼らは彼らなりに頑張って仕事をしているのだろう。ちなみにこのペガたちを連れて行った空想サファリパークだが、実は原作の方に登場しており、コミックス26巻ユニコーンに乗ったにて、22世紀の空想動物サファリパークに遊びに行く話がある。ただ、このユニコーンに乗ったは1981年12月連載、日本誕生は1988年10月から1989年3月連載の話なので、この空想動物サファリパークにはまだペガたちはいないんだぜ。では少し話を戻して、この大長編の映画ドラえもんのび太の日本誕生では、ほとんど原作通り同じ展開が進み、地面先行するシーンなどはカットされたが、相変わらずの大人数で駆けつけており、映画ではタイムマリン内部の映像が追加されていたな。ただ、ちょっとこの人数と動物の数では窮屈そうだったが、そしてさっきも紹介した映画限定のキャラ付けされたタイムパトロール隊長は、しれっと我が物顔でエンディングのメンツに並んでおり、ヒゲもさりげなく白から黒に着色されている。いやお前ほとんど何もしてねえだろ。その後は原作と同じく、タイムパトロールが空想サファリパークへペガたちを連れていくのだった。ちなみにこの映画ももう一度リメイクされており、映画ドラえもん新のび太の日本誕生では、道中のボタンの下りやマンモスはカットされ、タイムパトロールに伝えるのがのび太ではなく、作中、土玉の正体を調べるために、ドラえもんがドラミに助けを求めるのだ。そのドラミちゃんが起点を聞かせて、タイムパトロールに連絡、ギガゾンビは御用という流れになるのだ。おお、マンモスの代わりにドラミちゃんか。しかもこの時登場したタイムパトロール隊員はいつものヒゲのおじさんではなく、なんと初の女性隊員であり、男女混成のチームでギガゾンビを捕らえるのだ。実はこのチームを統括している女性、藤子先生の別作品、タイムパトロールボンに登場するリームストリームにそっくりで、映画のスタッフロールでは名前は明かされなかったものの、2017年にテレビ放映された際、セリフ字幕でリームだと確定するのだ。しかもリームだけではなく、タイムパトロールボンの主人公、波平ボンと安川由美子も登場しており、胸のタイムシーバーや、腕につけているフォゲッターなど、原作を彷彿とさせる装備が散見できるのだ。ただ、原作で彼らは確かにタイムパトロール隊員なのだが、彼らの仕事は犯罪者を捕まえることではなく、命を落としてしまった人が生きていても歴史に影響がない場合、正体がバレないように自然に死なない運命に導くのが主な仕事なので、ちょっとドラえもん世界のタイムパトロールとは仕事の内容が違い、さらに言うならユミコとリームは原作で直接
接的な接点が一切ないので、どちらかといえば、同じキャラが別の役柄を演じるスターシステムな感じで見ておくのがいいだろうな。一応この特集の後半にまたタイムパトロール本には詳しく触れていくので、というわけで日本誕生に関してはここまで、次に行こう。次は大長編15巻、ドラえもんのび太の創世日記にて、この回のび太は夏休みの自由研究のテーマに困り、タイムマシンで未来の自分の研究を確認しに行こうとすると、ストップ、タイムパトロールの検問です。どこから来たの？いつの時代からいつのどこへ何しに行くの？名前は、住所は、学校は。緊急連絡、緊急連絡、密航タイムマシンらしきもの、XM2230点を逃走中。路面電車に急行せよ。と、どうしてかは不明だが、時空間で検問を行っており、その最中、密航タイムマシンを捕まえるためにどこかへ行ってしまうのだ。その後、謎のカマキリ星人を捕まえるために裏山に現れたり、芋虫型のタイムマシンを時空間で追い詰めており、停止せよ、停止せよ。直ちに停止しなければ攻撃するぞ。返事もしないとはけしからん。攻撃準備。は、と、タイムマリンに積んである TP ミサイルを構え、さらに前方には3台のタイムマリンも駆けつけ。いいぞ、袋のネズミだ。今度こそ謎のタイムマシンの正体を見届けてやる。もう逃げられないぞ。諦めて停止しろ。と、芋虫型タイムマシンを追い詰めることに成功するのだが。消えた。そんなバカな。と、謎の密航者を取り逃がしてしまうのだ。この大長編ではこの登場だけでタイムパトロールは終わってしまい、最後まで密航者を捕らえることができず、この大長編が映画化したドラえもんのび太の創世日記でも、ほぼ同様の展開でタイムパトロールの登場は終わってしまうのだが、案の定映画限定のヒゲのおじいちゃんだけは健在で、でも特に役立つこともなく終わってしまう。おじいちゃん哀れや、うむ、というわけで次の大長編紹介。大長編18巻ドラえもんのび太の南海大冒険では、物語の黒幕ミスターキャッシュとドクタークロンという男が、17世紀の時代トモス島という場所で、様々な改造生物を作り出し販売する、時空犯罪を繰り返していたのだが、時空の裏ルートを使って移動していたり、島全体にバリアループを張り巡らせていたため、正確なアジトの場所を見つけ出すことができず、外部にも連絡ができなかったのだ。だが、そんな状況を打開すべきタイムパトロールが用意したのが、テレパシーで人と会話することができるイルカのルフィンだった。島で調査を行っていたルフィンであったが、アジトへの水路がわからず困っていたところ、偶然漏遊したのび太が持っていた、宝の地図にアジトまでの水路が描かれており、キャッシュのアジトに潜入するも捕まってしまう。その後一悶着あり、ドラえもんとのび太が島のバリアループを解除してくれたおかげで、と、突然の泣き声の後、島から脱出したのびドラの目の前に、タイムパトロールだ。と、ここでやっと本軍のタイムマリンが到着したのだが、ずっと島の近くのクジラに化けていたようなのだ。タイムパトロールマンモスといいずっと変装してるな。ここでルフィンがタイムパトロール隊員だったことが明かされ、秘密偵察員として働いていることが判明する。ルフィンが大活躍していた一方、人間のタイムパトロールは何をしていたかというと、キャプテンコルトの船を管理していたり、ミスターキャッシュとドクタークローンを逮捕、そして改造生物は全て元に戻したのだが、リヴァイアさんだけは逃がしてしまい行方不明だという。まあでも、キャッシュのような悪者がコントロールしない限り、凶暴性を発揮しないから、伝説の怪獣として生きてもらおうとのこと。仕事雑すぎない？うむ、ぶっちゃけ今回も後から事後処理をするだけで、しかも一気逃がしちゃったけどまあいいかという超適当な仕事っぷりなのだ。お前らこの前どういう気持ちでのび太のペガたち連れて行ったんだよ。うむ、少し適当すぎる仕事なんだよな。ちなみにこの大長編の映画、ドラえもんのび太の南海大冒険では、原作とほぼ同じ流れで、タイムパトロールを呼ぶ際に、原作でドラえもんがバリアループ解除後にルフィンがタイムパトロールにテレパシーを飛ばすのだが、ルフィンが泣き声ではなく普通に、こちらルフィン、こちらルフィン、17世紀カリブ海トモス島、と、連絡をするのだが、次のカットでバリアループを解除するため、少し時系列がおかしなことになっていた。そしてラストカット、クジラに変装していたタイムパトロールが到着するのだが、映画ではタイムパトロールがクジラで変装していたシーンをカットしていたため、映画だけ見ていた人はなんでクジラなのかよくわからないことに、そして到着した数は原作では6機なのに対し、アニメではほぼ倍の14機。タイムパトロール毎回思うけど多すぎやねん。そして最後のシーンではいつものヒゲのおじいちゃんが登場し一言、ありがとう、すべて君たちのおかげだ。いやほんとだよ。と、感謝を述べつつ原作通りルフィンが正体を明かすのだが、ドラえもんがルフィンがタイムパトロール隊員だったなんて、というと、仕方ありません。仕方ありません。
正直ウプ主にはよくわからないセリフ回しだったぜ。そして、その後原作では丁寧にのび太の地図で水路が判明したことを言うのだが、特に説明はないので、道中ルフィンがのび太の地図を見ていきなり泳ぎ出したことの説明がない。映画は少しだけ原作のカットが多くて、わかりづらいところがあったな。まあどちらにしても、タイムパトロールのルフィンは頑張っていたのは間違いないぜ。というわけで南海大冒険は以上、次の大長編紹介。大長編23巻、ドラえもんのび太と不思議風遣いにて、これは本当の本当に最後にちょっと出ただけで、物語の悪役が時間犯罪者だって理由で、ドラえもんがストームのタイムマシンを撃沈した後、事後処理のために読んだだけである。なので道中では一切登場せず、この大長編の映画、ドラえもんのび太と不思議風遣いでも、いつものヒゲのおじいちゃんが登場し、ストームは22世紀で裁きますと一言言って去るのだが、よく考えてみると、タイムパトロールは24世紀の組織、ストームは22世紀の科学者のはずなので、タイムパトロールは捕まえた人の出身の時代で裁くことが地味に判明する。常に24世紀に連れて行くわけじゃないのね。だけどこの後登場する2112年ドラえもん誕生で、タイムパトロール普通に22世紀で活動しているから、その設定がどこまで生きているかは不明だがな。というわけで次の大長編紹介なのだが、これで大長編における登場は全てなので、残りは映画だけで登場するタイムパトロールを紹介していくぜ。まずはシリーズ第32作品目、ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーにて、この映画では、直接タイムパトロールが登場することはなく、敵の黒幕を捕らえた際にケリー博士がタイムパトロールが来るまで閉じ込めてあるから、そう一言話すだけである。というわけで次の映画紹介。と言っても次が最後で、シリーズ第40作品目、ドラえもんのび太の新恐竜である。これは割と直近の映画だし、タイムパトロール自体の活動を全て話すとほぼ映画のあらすじ解説になってしまうので、最後の部分を少しだけ解説。この映画の最後に、ジル博士が取り出した謎のカード、これをキューやのび太に向けると輝き始め、ナタリー長官は突然のび太たちの縄を解くのだ。この道具、チェックカードといい、その効果はその人物に本来起こり得ない外的要因を加えると、歴史を揺るがす大惨事になる際に光るカードなのだが、実はこの道具、タイムパトロール本から輸入された秘密道具で、この作品では歴史上本来死んでしまう人物を救ってもいいのかどうか判断する際によく用いられるのだ。なので、タイムパトロールが常習的に用いる秘密道具を、新恐竜のタイムパトロールに持たせているセルフパロディなのである。まあ、この映画には他にもかなりたくさんのパロディがあるのだが、それはまたそのうち頃合いを見て解説することにしよう。というわけでこれにて映画の解説は以上にするのだが、最後にもう一個だけ、実はこれら大長編映画以外にも、一度だけタイムパトロールが登場している映画があり、それは映画、2112年ドラえもん誕生である。この映画の序盤、のび太の恐竜でも登場した恐竜ハンターとドルマンスタインがタイムパトロールから逃げ回っており、ものすごい数で追跡をしていたのである。いつも多い。そしてその逃げ回っている際に発生した時空間の衝撃で、ドラえもん型の猫型ロボットと違って落ちこぼれになってしまったのだ。その後悪役二人はどこかに逃げてしまい、タイムパトロール曰くまた逃げられたという発言から、毎度毎度逃げられてしまうようなのである。だから毎回時間犯罪者捕まえるとき慎重なのかな。そうなのかもしれないな。そして物語中盤、ロボット養成学校の卒業オーディションでは、早打ちが得意なドラザキッドが、会場内を空気砲で破壊しまくっており、その危険性から誰も雇ってくれないと思いきや、まさかのタイムパトロール特別機動部隊から OK サインが出ており、無事、ドラザキッドはタイムパトロール隊員として働くことになるのだった。こんな危険なロボットなんで OK なんや。っていうかよく見てみるといつものヒゲのおじいちゃんやないか。この映画でも地味に登場しているのだ。そして話は変わって物語終盤、前半で登場した悪役二人がまた登場し、近くにいたせわし君を人質に取ってしまうのだが、いろいろあって、電光石火という道具で暴走していたドラえもんが、悪役のタイムマシンのマフラーに突っ込み、二人の機体はそのまま焼却炉に墜落、その後タイムパトロールに逮捕されてしまうのだった。タイムパトロール今回も何もしてないのか。安定の事後処理班だったな。ちなみにこの時のドラえもんの行動はタイムパトロールに評価されていてだな。後に逮捕に貢献したという手柄を叩いて、記念に大量生産された耳なしのミニドラをくれるのだった。タイムパトロールも粋なことしてくれるのね。ありがとうヒゲのおじちゃん。というわけでこれにて大長編や映画で活躍したタイムパトロールの紹介を以上にするぜ。ここからは、タイムパトロール本のお話、おまけの紹介といきたいが、少し長くなってしまったのでまた次の回で詳しく解説していこう。なお、アニメでの活躍も紹介しようかと思ったんだが、アニメではどちらかといえば時間犯罪者を主軸に置いて解説した方が良い気がしたので、また別の機会に紹介することにするぜ。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。
Thank you.